向こうは映ってないんだ。よし、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。ミラクル相談所古田さんの教えてボンちゃん始まりますよ。こうなってらっしゃる。なんでもないです、大丈夫です。はい、はい、よし、何からやろうかな。こっちから読むか。じゃあまずはじめにスポンサー様のお紹介をします。はい、お願いします。はい、亀屋新旧社のびのび様。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、黒いの松江区脱毛はソワニエ様、ありがとうございます。次、抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。次、手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校アトリエシャルマン様、ありがとうございます。次、ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。次、よもぎ虫とマッサージ、生理痛改善サロンカウピリ様、ありがとうございます。次、ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード認定講師坪井美希様、ありがとうございます。以上のバナースポンサー様のおかげで、掛川 TV と岡村さんは元気に、うん、元気に生きていられます。どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、ということでバナスポンサー様の紹介終わり。はい、次、今日は番組紹介も最後だから喋ってやるか。ちょっと待ってよ。はい、ボンちゃん、ボンちゃん準備 OK。 よし、じゃあこの番組、うん、ゲストさんのお悩みに対するアドバイスやメッセージをボンちゃん、ボンちゃん、ボンちゃん、ボンちゃんに聞いて、それを私がチャネリングで通訳してお伝えしながら、はい、ゲストさんの人生をより良く、より幸せにしていくために役立ててもらおうという番組です。素晴らしい番組でしょうか。ボンちゃんが対応できない案件や霊的な処置については私めが行わせていただきますという、はい、そういう番組です。で、はい、ゲストさんは5回目引き続きですが、勇者村松、人生を楽しみたい村松さんに聞いてもらっておりますよ。今日もよろしくお願いいたします。はい、よし、で、で、前回のおさらいからいくか。そうだね。じゃあ前回のおさらいどうぞ。はい、前回のおさらいですね。はい、前回は、うん、万能薬である、うん、いらない、うん、についてね、うん、なんで寝る時になると、うん、万能薬が使えなくなるのかな、うん、不安定になるのかなって、うん、それを、うん、前回のおさらいだからそれでいいですね。そうだよ、そうだよ。この1ヶ月ね、うん、実践して結果をお伝えに来ましたよ。うんうん、聞いたってどうだったの、うんうん、何ニヤニヤしてるの、早く言って。そう、何言ってきっとね、うん、いや私できましたよ、できましたよ、岡村さんに一生懸命言ってます。何言ってたかなってね。そう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 。だとできた？できたと思うね。ずっと同じことを繰り返して同じこと聞いてたことが自分で理解することを
がどんなに変わってくることかっていう、うんうん、これね、うんうんって言ったそう、いいだよそのね、今までと今までの違いと今とそのね、違いがうまくこう伝えられるかなっていうのはちょっと不安ですがね、うん、まあそうだね、感覚的にね、理解をしているのとそれをまあ理論的に理解をしていくっていうね、2本立てで知っていくっていうのが重要なんだけど、村松さんの場合は直感的に理解する方が非常に長けてるのでね、それでなんか分かったつもりになっちゃってた、うんうん、それが当たり前で違うっていうことに気づかな、気づかなかったっていう方がいいのかな、分からなかった、知らなかった、知らなかったね、知らなかったね、その重要性をね、片側だけで理解しただけで良いかと思っておりましたが、実はそうではなく、どっちも大事、そうそう、そこにちゃんと自分で、自分の理解の仕方でできるようにな、理解、自分の分かる意味の、自分で分かる解釈の仕方で、この1ヶ月過ごしてきたんで、できたと思いますよ。おー、すごい言われてる、コメントのチェックしてたねー、ちゃんとね、できているかなっていうことですけどね、毎度査定はね、賢者の私がしますけどね、そうだね、そうだね、辛口よ、そうだね、まあ理解できているいる状態に達していると思われます。よーおめでとう、ありがとう、おめでとう、よかったね村松ってボンちゃん言ってありがとう、ピュンってここ立ちながらそうそうね、他のね、もここね、もみあげね、立ちながらね、そうやっぱなんか、まあ、結局前回でなんで叱られてたかっていうところだよね、それがちゃんと理解できて、自分なりの言葉で自分なりに理解をし腑に落とせたって言ったところが良かったかなって、これは本当に何事にも通じると思いますので、今回理解してもらったこと以外のこともやっぱりそうやって直感的な理解だけ だとちょっと浅いしちょっと不安定だから、そこは気をつけてもらえればね、いいかなって思いますよ。そうですね、そう、もう終わった、今日はやれた、終わった、すごいじゃん、完結、そう、村松さんやっと、これで旅に出れる、ね、旅に出れます前進して、ね、冒険者ね、そうか、勇者だからね、そうそうそう、旅に出れるかな、ね、装備もね、まあ前はね、本当にパンツも履いてないような状態だったけどね、まあ、本当は履いてるね、それ知ってるよ別に、そうね、キャラも変わってんじゃん、それ知ってるよ、ちゃんとよかったね、ちゃんと勇者としてレベルがね、3、前回3まで上がったもんね、そうだね、でもまあまあ今現状維持で3なのでいいんじゃないか、下がってないからね、これからニョキニョキもっとレベルアップをしていってもらうために、3まで上がった間に学んだことを忘れずに本当に忘れちゃいけないけどね、そう、聞いてくれたらいいんじゃないかなって思いますよ、はい、はい、あ、ボンちゃんも安心したね、ボンちゃんね、ちさ子、俺はもう仕事終わったよよかったよ、終わるところまで来て本当だ、ね、いつまでかかるかなって前回ささやかれてたのでね、そうそうね、まあ、でも本当、まあね、村松さん、ちょっと今日は総まとめでございますよ、はい、そうそう、総まとめでございます、大事、ね、か分かんないけど、今までのね、歩みとかをね、振り返ってみる感じになるかな、はい、お願いします。まあ、そもそもね、村松さんがなんでこんなにね、ぐずぐずしていたかっていうとですね、まあ、第1回目でね、ちょっとね、説明、あ、そうだった、第1回目はね、神回でね、音声なしだったんだけどね
説明したのが、ね、いいよ。そうそう、エンパスっていうね、共感能力、エンパス調べてね、それピコピコでに調べるとすぐ出てくるからね。エンパスっていう共感能力がね、非常に強いと。だから自分以外の誰かとか何かっていう状態ね、ボンちゃんも含めて私とかも含めていろんな人や物なんかの状態っていうのを瞬時にね、直感的に理解ができてしまうと。だからこそ、そういうね、誰かや何かの状態と自分っていうのを無防備に重ねてしまうので、まあ、見えない意味で影響を受けて、まあ、ゲロが出そうになったり、ゲロが出そうになったり、うん、ゲロが出そうになったりしておりましたけど、ゲロしか見ないです。ここのね、あの掛川 TV のね、スタジオにね、うん、明日見に来た時もね、ゲロが出そうになって、うん、ね、30分くらいで帰ったもんね、ウィーってなってたからね、本当にね、それも本当ね、うん、今このようにね、この場にいても安心して、うん、ポチューって言ったなんか、そうそう、ね、安心してこの場に座ってられるっていうのはとても大きな進歩かなって思いますけど、うん、まあそんなね、エンパスっていう能力がね、非常に強い村松さんが、うんうん、まあじゃあ初回なんで来ちゃったかというと、村松家にいる見えない何かがいると、毎度のね、毎度ね。あの正体はちゃんと知っているし、私も別にここでは、ね、個人名になっちゃうからさ、え、人の、あ、そうそう、生き量だったんだよっていうね、3人分のね、そう、3人分、そうそうそう、3人分ね、ゲロです、そうそうそう、それはね、ゲロが出ちゃうやつなんだけど、ちゃんと ね、正体は知っている、うん、知ってる、まあ、だけど知ってたってからって、じゃあね、うん、まあ、その生き量たちが結局、まあ、村松さんに対する、ね、何かどうにかしてやろうという、良くない意味で、うんうん、ね、まあ、そういった気持ちっていった思いっていうのが、生き量っていう形で出てきてしまっているだけなので、生き量自体っていうのはね、もちろんね、防御する方法っていうのはたくさんあるんだけど、本人が、ね、その対象、村松さんに対して思う、この野郎みたいな、うん、してやるとかさ、ね、そういう気持ちっていうのに気がついて直していかない限りは出ちゃうので、うんうん、ね、だから善意も悪意も出ちゃうもんだから、で、思った瞬間に相手に届いているから、ただそれが積もり積もっていくと、生き量とかっていう形に、なんだろう、より強くなるっていうのかな、積もり積もったものと、うんうん、一瞬積もったゴミではちょっと違うでしょ、うんうん、それがなんか村松家にいたという悩みでね、聞いたんですけどね、積みついてしまった積みついたかどうかわからないけど、でもだって生き量自体はまだいるわけでしょ、村松家、まだいるの、だって私が払ったりはできないわけでしょ、藤田さん、それをツルツルパッとやっつけれない、だから持ち主というか本人、うんうん、本人のところに返すのは全然できるんだけど、うん、出てくるのを防ぐことは今言ったとおりできないわけでしょ、相手が思っちゃうことっていうのは自然なことだから、そうか、そう、だからそっちをとどめるよりも防御力を高くした方が、うんうん、ね、その3人組だけじゃないわけですよ、生きてりゃさ、いろんな人とか物とかにね、接して生きていくので、どうしても外に出ればいろんな刺激っていうのに合う、そうした時に自分の防御力が高ければ高いほど、そういった火の粉っていうのを振り払える、自力でね、うんうん、そこを目指してもらっているのでね、うん、村松家の生き量3人組はまだまだすこぶる元気におりますけど、でもまあね、村松さんはどうかそんなお家の中でものびのび健やかに過ごせてる今、まあのびのびかどうかわかんないね、健やかには気にはならない、そうそう、そうだね、そうね、初めの時は本当にもう玄関から入るのもウップってなるぐらいの圧力をねかかってたっていう話なので、お家の中にいててもそうやってまあね、何の影響も
受けずに過ごせるっていうのは一つまあね、心身の調子を整えるって言ったことに関してはね、うん、十分ね効力を発揮しているんじゃないかと思います。はい、はい、そんな一番初めの回から2番目に雪、2番目はなんだ、結局自力で自分を守るのにね、さっきも村松さん言ってたけどいらないっていう意思決定をすればいいだけだよっていう話、覚えてます？覚えてますよ。覚えてますか？いらないですね。そうそう、いらないっていうね、いらないは覚えてるよ。万能薬だからいらないって言えば何でもいらないになるんだけど、ね、それだけじゃうまく対処ができなかったよって言ったところから今回の深い学びに入っていったというね、懐かしいね。そうだね、もう2回目の時にね、そうやってね、自分のまあ課題点だよね、長かったよね、長かった、半世紀ぐらいずっとやってた、それそう、どうかなそれで済んだか、ずいぶんね、そう、いらないっていう言葉の中にもいっぱい自分で いらないっていう捉え方がいっぱいある中で勘違いをしていたり、っていうところでこうぐる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 回って、もっと簡単なことだそうだね、実際はね、そう、意外にだから人間ってそのシンプルなことをややこしくね考える癖っていうのがどうしてもある、でややこしく考えてるっていうこと自体に気づかないので余計ややこしくしていくというね、残念ループにね、よく人間ってハマっててすごい楽しいんだけど、見てて、うん、楽しいんだけど、なんかね、まあ、村松さんも理解ができた通り、ちゃんと自分で考えればもじもじもじかった糸はほどけ、なんだ一本だったかとなるわけですね。そうですね、よかったね。万能薬のいらないっていうのが結局は自分の理解が至ってなかったばかりに使いこなせてなかったということが分かった第2回目、うんうん、で3回目で結局は次のね、まあ、課題点とか問題点っていうのに移るんじゃなくて、それを完璧に使いこなせるようにしましょう、ね、ボンちゃんはねいいことをいっぱいね言ってくれるわけですよ。もう私がきっちりそれまとめてあるからブログ読んでブログでそうブログでちゃんと文章化してあるからちゃんと読んで、処刑されてますねそう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 、きっちりまとめてね処刑してありますのでね。そうで前回、まあ、いらないっていうのちゃんとできるようになったよって、ただちょっと寝る瞬間とかが不安定かなっていうね、ちょっとねほんのりした問題点が出てきたけど、まあそれについてもね、なんでかなっていうのをちゃんと理解すれば必ずいらないだけで対処ができますよって言ったことを、うん、まあ、お伝えしてね、今回この場に臨んでもらってちゃんとできてる、ちゃんと理解をしたと。もう村松さんに言うのは直感的な理解だけに頼るなと、もうね、それはもう得意でちゃんとできる方だから、そうではなくて自分で掘り下げて物事をよく考えて理解していくっていった、理解の仕方、理論的な方法で理解しましょうっていうのをとにかくきっちり身につけて、この先の人生ね、だって人生を楽しみたいって言ってたもんね、人生を楽しみたい村松ですって自己紹介一番初めにしたからね。そうだそう、そうそうそう、ね、そうだよね直感でずっと、あ、もう、ずっとそれで来てるから、それが楽だと思ってたんだけど、ぶつかった時点で、ぶつかったまんまになっちゃったと。そうだね、まあ問題点が何度も同じこと起きるのは直感的な理解だけでは乗り越えられなかったと。そうそうそう、ね、ああよかったね、もう後の人生本当に楽しめるように頑張ってるよ本当ね、あのね残りがね私よりは短いはずなんだから、順当に言ってもね、なるべく苦しいとか辛いとかね、同じ失敗を繰り返すって言ったことも、まあ、必要には必要なんだけど、ただ同じことをね、1、2度ぐらい、2、3度ぐらいだったらまだ許すがな、
10回も100回もねやるもんじゃないと思うんだよ、ね、うん、バカかド M だよそんなの繰り返すのはね。だからね、そういうのはやめてもらって、今後はちゃんとボンちゃんに気をつけてねって言われたことを気をつけて、自分なりに楽しい人生っていうのを作っていってもらえればいいかなって思いますよ。わかる？はい、はい、ね、ゆうちゃんちょっとちゃんとレベル3をキープしておりますのでね、これからさらにレベルを上げていって、自分なりキープするが、うん、いいところなの。キープするの大事だよ。アップしてねえのかって感じですね。うん、まだミニはつけられてない、ミニはついてないんで、まだ、うん、ミニはついてない、うん、ミニついてるけど実践練習が足りない。繰り返してやっているとこだから落ちていなければ、うん、いいかなって。合格ラインですよ。落ちてるっていうのはダメだからね。維持しながら向上していくのが大事だから。なぜか私もそこに訴えた。ねえ、うん、そうそう、落ちてるのはまあね、うん、よくないね、よくないね、維持できてるっていうのは非常にいいことで、さら、うん、にそこから向上していけてるっていうのももちろんいいことなので、そのあたりをも、ね、目指してもらえればいいかなと思います。はい、はい、ということで教えてボンちゃん本日で最終回になりますけど、村松さん、勇者村松いところまで育ちましたので、今後は生の村松さんを見てもらって、ね、その維持向上ができてるか、それとも交代しちゃってるのかっていうのをね、うん、しぼんじゃってるか、そう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 、確認してもらったらいいかなって思います。ということで以上で、はい、ボンちゃん、ボンちゃんありがとうございました。ボンちゃんもうボンちゃんやりきってるのはなんかな、プシューってなってるのわかんないかもしれないけど、ボンちゃんちょっともうなんかね、ふぬけた。よく頑張ったねってボンちゃん、よしよし、はい、ということで今日で最終回になります。どうもありがとうございました。はい、ということでそろそろ時間なので、もう私の番組は終わり、はい、で次の番組の紹介をさせてもらいますね、はい、17時30分この後からは目と耳と心の癒しタイム、ゲストはエンジェル代表取締役伊藤真理子様になります。この後よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では引き続き笑顔になれる番組が続きますので、チャンネルはぜひそのままでお願いいたします。それでは村松さん、ボンちゃん、はい、ご覧の皆さん、本日はどうもありがとうございました。さようなら、ずっと永遠にさようなら。さようなら。